ラーメンのお店、今本当に多種多様なんですけれども、こちらどういった特徴のあるお店なんでしょうか？ですね、一応本店がありまして、本店は九州の、長崎にあって、フランチャイズっていう形なんですけど、で初めてこう県外に出た、初ですね。そこを境で選んでいただいたということなんですね。お店の看板に和風豚骨というちょっと聞き慣れない感じの言葉があるんですけど、これどういったものなんですか？もともと起源は、長崎のとある料亭で締めの一杯で出されてたのを、なんかその初代の人が惚れ込んで作らせてくれ、あっさりはしとんですけど、締めにふさわしいこう濃厚な味の豚骨です。でも当然ね、お店にもこう看板メニューっていうのがあったりするかと思うんですが、こちらの看板、まずこれは一度食べてよっていうのは何になりますか？とにかく豚骨ですね。麺の硬さも選べるって、もう最近すごい細かくなってるんですね。もう全然お好みに合わせてお作りします。もう私だけの一杯ができるという感じですよね。店長のお気に入りというとどれになりますか？お気に入りはやっぱ爆弾豚骨。名前すごいですね。どういった爆弾が仕掛けられてるんでしょうか？具が多いです。もうがっつり食べたいっていうか。じゃあもう男性には持ってこいということですね。あとお店の中にはちょっと嬉しいのは、こう麺の日といいますか、なんかお安くなる日もあるということですね。あります。一のつく日は、一面亭にちなんで一のつく日が、ポイントが3倍ですね。一の日で11日だけ唐揚げと餃子が半額。これは狙っていきたいところですね。あとこちらはまだお持ち帰りもできるようになってらっしゃるんですね。持ち帰りメニューも豊富に揃えてます。じゃあぜひちょっとまだまだね、新しいお店ということで、ぜひこの四国初上陸、特にの境でからということで、ぜひ皆さんちょっと一度食べに来てもらえるといいですね。はい、お願いします。これからその九州の味、ぜひ皆さんにどんどん広めてください。はい、ありがとうございました。